はい、えー、皆さん、こんにちは。レック専任講師の横溝です。今回は、レック東京リーガル・マインド行政書士講座のガイダンスをご覧いただきまして、ありがとうございます、えー。私はですね、このレックに一年から、実は講師を務めております。早いですね。もう二十年以上というような月日が流れてしまいました。 まあ、実際その前もおいろんなあ塾やですねそれから当時大検予備校というふうに呼んでいました。今は 公認試験というんですかね高校中退された方が高校を卒業資格を得るための試験ってそれの指導予備校にもいましてまあ、都合30年ぐらいですかねこういうようなあ講師という仕事を続けているということをまあ,あそんなこれしかできないみたいな話なのかもしれないなと自分では思ってますけれどまあ、そんな形でやっておりますあの普段はレックの合格講座というですね講座を渋谷駅前本校というところで、えー、担当するとともにえーその 合格講座のの全科目の収録ですねそちらを担当しておりますですでのでもし合格講座を受けて、えー、行政書士試験の合格を目指すぞというのであれば DVDWeb などの画面でもしくは渋谷であれば渋谷の教室で、えー、皆さんとお会いする機会が非常に多くなるというそんな人間だというふうに認識していただければということです。で今回はですね2021年合格のののための3つの戦略と いうタイトルなんですねですので行政書士試験のことある程度分かっていることを前提にじゃあ実際に合格するためにはどんなことを意識していけばいいのか、まあ、その戦略を先にしっかりと立てていこうというそんな30分だと思ってください。でやはりね一番最初にまずお話しするとしたらうーんどんな資格試験もそうなんですが。 戦略は大切ですどんな試験を目指していくのかその試験はどういう形で合格できるのかそれを踏まえてじゃあどういうような戦略を立てたらいいんだろうかということを一つ一つ紐解いていくというのはとても重要だというふうに考えてください。でまずそ、ねまあ、そういうういこことなななので、はいえー、行政試試験験どんな試験なんだろうそこは 見ておく必要があるかと思いますで、これ今パンフレットですかねそうそうこういうピンク色の冊子ですかあ、これがもしご自宅にあれば見ていただければいいしなければ画面で映っているものを見てもらっても構いません 資料請求等をしていただくとこういうものを見ることはできますので、えー、ぜひよかったらということです。そして、えー、こちらあのパンフレットの中のですね12ページのところをご覧ください。その試験科目一覧というのがあ上がっているページがあるかと思います。で、えー、そちら見ていただいてもこれご存知だと思いますが一応念のため言っておきます。 法令科目と一般知識科目という2つにこの行政書士試験は分かれているということなんですね。あのまあ、例えば法令科目の五種択一というような出題の仕方のところにフォーカスしますとですねいくつかこう科目があるということは見てお分かりいただけるかと思いますが五種択一全部で40問あるんですね。40問ある中で やはりあの、メインになる科目は何なんだろう。それは、しっかり把握しておく必要があります。まず、一つ目が行政法。これが何と言っても、十九台出てますのでね、四十分の十九です。半分は行政法です。それから、次が民法です。民法は九台出てますからね。もう、この二つで、二十八台って、なかなかな台数です。そして、実はあの、行政法という科目を支えているのは。 5問しか出てなないよように見えますすが憲法なんですよだからこの3つ憲法と行政法と民法この3つで、えー、実際に34台出ているということになりますので、まあ、基本的にこの3つの科目がまずメイン科目ここをきちっと制覇すれば法令科目については十分合格ラインを超えるということになるんでしょうね。ということで。 あの一つ目の戦略という話になるんですけれど、まあ、あ一つ目の戦略というのはです、ね、どういうものかといえばこれは一つ目の戦略ちょっと前に書き出してみますが一つ目の戦略は何ですかという話をするんであればこれはですね メイン科目ということですね。メイン科目から攻略すべしということです。あのやはり力の入れどころと言うんですか、そういうものを間違えないでねっていうのが一つ目の戦略になります。 行政書士試験は今見てきたように科目が多いんですで、今法令科目の話しかしてないけれど合わせて一般知識科目もありますよね 一般知識科目の中はじゃあどんなものがあるのかといいますとですねそれは今度は下の方に移っていただくといいですがこちらですね、ご子択一式だけなんですけれど、まあ、トータルで14台出ていて、えー、中を見ていただいて分かるように政治経済社会情報通信個人情報保護文章理解とお、まあ、分野はバラバラです。政治経済社会ははこれは高校生が勉強する まあ現代社会やら政治経済やらという科目で学ぶような話から時事的な話までいろんなものが出てくることになりますし中にはなんだこれって問題も二問ぐらい含まれていたりはします多い年で三問ぐらいなんだこれって問題が入ってくることもありますそれから情報通信個人情報保護はこれは個人情報保護法という法律の問題がメインですので まあ,ある意味法令科目と同じようなアプローチで十分回答が出せるものだったりしますし情報通信はこれ用語の問題が多いですですのでその最新の情報通信用語などテレワークとかねそういうふうなものも含めてですえ最新の情報通信用語などをしっかり学んでおくってことができるまあ要はここは対策が比較的立てやすいっていうそういうイメージになります。文章理解は国語のの問題ですのです これもまた対策が立てやすいですですから一般知識は基準点がありますよねこれ14題で何問正解してなければいけないんでしたっけそうですね14題あったらこれは6問以上正解してないと不合格だぞって話になってしまう その結果まずはこの情報通信個人情報保護文章理解のここの7問でしっかりその6問以上正解するところの土台5台ぐらいをしっかり正解しておく7問中5問を情報通信個人情報保護文章理解から取っておくということも必要になります一般知識の中でのメイン科目というのは下の2つということになるんでしょうね。 まあ、いずれにしてもこのメイン科目からきちっと攻略すべしということは、うん、これだけ多岐にわたる試験科目が存在する資格試験ですのでとととても重要だということになりますそして2番目の戦略ですね1番目の戦略はメイン科目から攻略すべしという話でしたがじゃあ2番目の戦略は何ですかということなんですけれど。 はい、2番目の戦略としては、これは、ゴールを見据えた学習をすべしということですね、ゴールを見据えた学習をすべし。 やはりあの私たちの目標は11月の20 2021年であれば11月14日が試験日になる予定です。ですのでこの11月の14日の試験に向けていかに自分の状態を合格ラインに持っていくかということがとても重要です。これはゴールを見据えて逆算していくって形でスケジューリングは組んでいかないといけないということになります。 お、まあ、およそのイメージで言いますと大体いい本試験の日が11月14日であれば、まあ、11月の8日から14日までっていうのが最後の1週間ですよね。でこの最後の1週間が一つの塊その次は11月の7日から本試験の50日前までだ9月の下旬ぐらいかな9月の下旬から11月7日までですね。で一番上のユニットがそのお50日前よりから 当日今日からその50日前までですねのところが、まあ、一番日数的には当然長くなると思いますけれどそこがあいわゆる基礎力をしっかりと身につけていくという意味でとても重要な時間になるということなんですそこで、えー、きちんと自分の土台がどれだけできているかそれをおその本試験の50日前から1週間前の間のところでどれだけ反復して身につけることができるか。 で最後の1週間はその中で分かってきた最後にもう一回確認すべきことを1週間でどれだけ回せるかだん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 やるべきことを絞り込みながら最後の1週間は本当に確認したいことをしっかり確認し本試験当日につなげるっていうこの3つの話をゴールから逆算していくっていうそういうイメージです。 自分が勉強している内容が今その全体の中のどこに位置していて何を目指して勉強しているから今このことをやってていいんだっていうようなうん勉強に対する意味付けみたいなものがきちんとできてないとなんかただやってるだけただなんか授業を聞いてるだけということになってしまうそうすると何でしょうねだん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 モチベーションって下がりますよね。 自分がやってることの意味がよくわからない状態で勉強していると本当にこれで間に合うのかしらって話になるんです。一番怖いのがうんなんか積み上げ式でこう計画を立てていくとですね、えー、そのすべてが終わる頃には本試験日を遠に過ぎてるみたいな状態になっちゃうことがあるんですね。だからあくまでもゴールから逆算して何をやるべきかっていうのはしっかり考えるってとても大事だということですね。まあレックのいわゆるパーフェクトコースの中に入ってくる合格講座などはその 本試験の50日前まですからあそこの講座で学ぶことの8割をきちんと身につけていただくことでまず最初の基礎のところがしっかり身についてくる基礎が身についてこなかったら直前期での追い込みはできませんのでそこ一番大事なのは実は50日前までのところなんですね。 本試験の50日前までのところでどこまで自分の基礎力をしっかりと蓄えることができるかここここが最初の勝負どころとということです。それを意識しながら勉強していくというのはとても大事でそのためにもメイン科目から勉強していくということなんですよね。そして、つ目の戦略ですが、 バランスの取れた学習ですねバランスの取れた学習をすべしということですだからバランスをしっかりとって学習しなきゃいけないぞということなんですねバランスを取るこれはどういうことかと言いますとまず法令科目と一般知識科目があるでしょうその法令科目と一般知識科目バランスよく勉強していかないといけません <laughs> 法令科目だけ一生懸命やっても一般知識で5問以下の正解だったら不合格になっちゃいますそれはやはり避けたいですよねだからそこを避けるためにもきちんとバランスを取って勉強していかなきゃいけないそれから一つの科目の中でもバランスは必要ですこれ何のバランスかと言いますと知識を学ぶインプットと 問題を解くアウトトプッののバランスとというのはとても大事ですインプットとアウトプットのバランスがしっかり取れていることがこれが試験合格するための力を身につけるという意味でとても重要になるというふうに思ってください。そしてメインン科目同士のバランスも大事ですこれはある程度勉強が進んでからということになるんだけれど。 憲法民法行政法の法令科目のね、えー、トップ33トップです3トップに関しては一通りそれぞれの勉強が終わった後はその科目の勉強をしないという州は作らないという状態を維持していかなければいけません一番やっちゃいけないのは今月は民法強化月間とか勝手にですねあの掲げて民法しかやりませんと。行政法 今月はやりません憲法何ですかそれ」みたいな状態で民法だけひたすらやるだら民法はある程度できるようになるかもしれませんがその結果1か月前以上一か月以上前にやった行政法や憲法のことはすっかり忘れる。ね何一つ頭に残ってない。教科書を開いたときに自分の字でメモしてあるんだけれどこれ誰が書いたのかな 大事って書いてるけどえ、これ私の字じゃんみたいな話になるっていうのが一番良くないんですよだからこういうの学習の伏線化と言ってますが常に伏線化で同時進行でいろんな科目が進んでいくというような状態を維持していくというのはとても大事です これはね、あの学習効果を上げるっていう意味でも、いろんなことを同時並行でやるっていうのはとても重要なんですね。一個のことだけはあとやるっていうのは、これはスポーツの練習でも勉強でも一番効率が良くないって言われてます。スポーツの練習であれば、あ、複数の技術の練習を同時並行でやるなり。 1>, 1回の練習の中でいくつもの練習いくつもの形の違う練習を取り入れるということはとても大事だったりはするんですね。そのあたりは勉強ででも一緒です憲法と民法と行政法を1週間の中でバランスよく割り振ってそして1週間の中でこのメインの3科目触れない日は作らない触れない週は作らないと。 おいうことを意識していくというのはある程度勉強が進んできた段階でとても重要ということになるんだというのも少し気は早いけど知っておいていただくといいだろうという話なんですね。そしてバランスの取れた学習という意味ではやはりパンフレットの十三ページのところに出てくるんですがこれは忘れてはいけません アウトプットでは過去問を徹底活用せよということが書かれておりますうん、過去問本試験で過去10年間に出されている問題ですねそれを過去問と呼んでます。まあ別に10年間に限らないですけれどだいたい10年分見とけばいいのかなで、レックの合格講座などパーフェクトコースというものをもお申し込みいただくとこの過去問題集が 原則プレゼントされます申し込み時期でちょっともらえない場合もありますけれどだいたいほとんどの申し込みの入る時期であればおそらくこの「大久問と言われる「過去問題集」2冊両方プレゼントしてもらえるのではないかなと詳しくはちょっとねレクの方で詳しく聞いていただいた方がいいですが、まあ、おそらく大丈夫だろうとは思うんです。でこここのの過去問とというものを正しく活用するってことはこれはれ とても重要だったりします。バランスのいい勉強、そしてメイン科目一生懸命やるということなんだけれど、どうしてもねこの過去問の勉強のところで、うーんなんか何回も何回もやるんだと、例えば足別になっている過去問を50回やるんだ、100回やるんだっていうことを提唱されている方もいらっしゃいます。まあ、それもそれで間違ってはいないと思いますけれど、行政書士試験は。 基本受験生のメインは四五十代の方なんですね。皆さん忙しいです。そんなに問題集を五十回六十回ぐる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 やるような時間が取れるかと言ったら取れない人がほとんどです。だからここは時間対効果を考えなければいけないんです。五十回やるのと同じぐらいの効果が得られるようなやり方で過去問に対して相対していかなければいけないということになります。 それは何かといったら最初にインプット勉強していく時に,同時に過去問を見ていく、これが一番です。見る回数はそんなになかったとしても自分が勉強している内容が本試験でどう問われているのかを常に一緒に確認しながら勉強していくってことができていればそれで実は過去の本試験で問われていることっていうのをきっちりと把握していくことは可能です。 特に過去の問題が繰り返し出てくるっていう性格を持っているのは行政法なんですね行政法についてはもう合格講座を受けていくときに一緒に過去問も確認していくこれは授業の中でそういうお話をしますですのでこの問題見ておこうって問題番号をその都度指摘しますので復習の際にその過去問の番号を開いて実際自分が勉強した内容がどう問われているのか それを確認していくこれをね地道に繰り返していくことが実は過去問を学習しているということにつながっていくんですねあの過去の問題といのは解く問じゃないんですよ解くものではないです問題単位で解くというのは一番ナンセンスであるしそれから足別にしてぐるぐる回すのもまあうん、解くってところに意識が行き過ぎると実は効果が半減してしまいます 解くものじゃないんです読むものなんです過去問は読むものですカレーは飲むものですでも過去問は読むものなんですね？過去問は読むものなんだぞっていうような意識がどれだけちゃんと身についているかどうかっていうのはこれは短期で合格できるかどうかにつながってきますああなんだろうそれ一体あの人何言ってるかわからないって方はぜひ合格講座受けてみてください その中で実際に体感できるかなということなんですねまあ、先ほど紹介した3つの戦略というものを実現できる講座それがですねパンフレットの 14ページに上がっている合格講座全64回先ほど言いましたこちらの講座ウェブ講師フレックス制となっていますが科目ごとに収録の先生が変わるバージョンとそれから私が1人で全科目を収録しているバージョン。 こちらウェブですとウェブ講座で申し込んでいただくと実はそれらを皆さんの方で選択できますだからすべてのものを見ることができるので、まあ、気に入った先生の授業を受けていただければよいということではあるんですが合格講座ですね私も一人で全科目を担当して収録をしているということなんですね。でその中でやはり お伝えしていくことというのが今さっきの3つの戦略にのっ,とった勉強だとということです、まあ、それぞれの科目はですね、まあ、お試しで受講できたりとか、まあ、ウェブで受講できたり実際の教室で受けることができたりいろんな形で試すことができますのでぜひ試していただいてそしてあこれはいいと思っていただけたら一緒に勉強していけたらなというふうに思っております。 レックのこのパーフェクトコースと言われるコースの中で合格のために必要な知識というのはきちっとお伝えできます核になるのが合格講座だということなんですね。それからもちろん、えー、無料で、えー、そのつどつどにその戦略の修正を皆さんにかけていただくための無料イベントといいうのも開いてます、まあ、3月の下旬それから6月の下旬9月の下旬だいたい3回はやりますね。 あの6月の下旬のものが一番有名であと140日の過ごし方といってですねもう10年ぐらい毎年やっているものだったりするんですけれどそういったイベントを通してこれは無料で参加できるイベントですがそのイベントを通して皆さんの戦略学習戦略の修正を図りつつより効率よく勉強できるような方向に導いていくというそんなイメージだと思ってください。そういったク、まあ、クリニック的な 無料イベントもありますそして弱点補強のためのさまざまなオプション講座ですねこれは別に申し込みが必要になるものが多いですがそういったオプション講座もまた用意していますまあパーフェクトコースと言ってるからそれだけでパーフェクトなところではあるんですけれどプラスさらなるよりグレードアップしたパーフェクトを目指すというのであればそういったいろんなオプション講座なども上手に活用していただけるといいのかなと思います。 とということですやはり、うん、これだけ科目の多い試験ですからこういったプロの力を借りながら効率よく勉強して皆さんはこの試験をね、えー、試験勉強することが大事なんではなくて試験に合格を短期間でしてそして次のステップに進んでいただくことが大事なんですね。 何よりもこの資格というものは、資格を取ったから何か人生が変わるわけでもなければ、資格を取ったら、ああそれで今までのですね話が180度変わってバラ色の人生になるとか、そういう話ではないんですよ。ただ、この資格を活用することで、新たな人生を切り開いていくことができるっていうだけです。その新たな人生を切り開きたい、いろんなビジョンを皆さんお持ちだと思うので、そのビジョンの実現を早く、 達成するためにもこの試験の勉強は最短距離でピャッと駆け抜けてっていただきたいそのための手助けをするのが私だということなんですねそしてその私の手助けというものを最大限生かすためにですね意識していただきたいというのが先ほど紹介した3つの戦略ということになりますがもう1回振り返っておくとまずはメイン科目から攻略すべしと いう話ですねメイン科目からまずは攻略していくそしてゴールを見据えた学習をすべしということさらにはバランスの取れた学習をすべしだということですこの3つの戦略というものを強く意識していただいてそして行政書士試験合格しその後何をしたいかは皆さん次第ですからそのあなたがやりたいことを早く実現していくということですね。 うんまあ、今回のコロナウイルス騒動などでもそうですけれどやはり動ける時にきちんと動いておくそして一日一日を大切に過ごしていくことがいかに本当に重要なのかこれを身にしみて感じさせられたという方多いんじゃないかと思います。ただでででさえ高齢社会いいいろろとと勉強に集中できる環境が整うという期間のは もしかしたら短くなっているかもしれません大きな災害もやってきますコロナウイルスのような得体の知れない騒ぎもやってきますもしかしたら突然ご家族の介護をしなければいけないとかそういうような年代の方もたくさん受験生にはいらっしゃいます今あなたが勉強に集中できる状況にあるのであればそれが当たり前ではないです来年にはもうそうじゃないかもしれません 勉強に集中できる時間をいかに効率よく大切に使って、短期間で合格して次のステップに進んでいくか。これものすごく重要なことです。ですから、それを実現するための3つの戦略であり、そしてそれをサポートするための私だというふうに思っていただけたらなということですね。ぜひ、REC の合格講座上手に使って、ですね、2021年の行政書士試験合格勝ち取ってください。 はいということで今回ですね2021年合格のための3つの戦略というお話しさせていただきましたお忙しい中あ最後までご覧いただきましてありがとうございました今度は教室でお会いしましょうお疲れ様でした。